口彩沙です。今回なんですけれども、サンフレッチェ広島との試合の解説やっていきたいと思います。はい、で、まず結果からなんですけれども、見事3対0で勝ちました。で、3対0、この結果なんですけれども、まあ、実際ゲーム内容としては3点差つくほどの内容ではなかったかもしれないんですけれども、サンフレッチェもすごくいい参加してたんですけれども、一番大事なね、結果取るところ取るっていう勝負強さ、マリノスね、この勝負強さかなりついてきたんじゃないかなと思いました。で、この試合その3点差がついたわけなんですけども、まあ点を取ったマリノスと点を取れなかったサンフレッチェ広島っていう形になると思うんですけど、その差何かなと思った時に、やっぱりマリノスのこの試合一番良かった点は距離感がすごく良くて、マリノスはこの3点取ることができたかなと思いました。サッカーってよく距離感という言葉を聞くと思うんですけれども、いい距離感でとか距離感悪いよとか距離感詰めてとか、距離感っていうその感じるっていう感じが入っている時点で、もう感覚的なものなので、正確に5メートルが適切とか10メートルが適切とか全くなくて、味方の位置、味方の状況、味方の体の向きで相手の状況を見て適切な距離感を取るっていう、中に入った方がいいのか開いた方がいいのか、近づいた方がいいのか離れた方がいいのか、まあ、その距離感ってね、その状況に応じて変わってくるんですけれども、この試合はですね、まず1点目マリノスの先制のシーンですね、エウベル選手が奪われた、岩田選手がすかさず奪いに行った、この時の岩田選手の距離感がすごく良かった。まずはここから解説していきたいと思います。はい、それではエウベル選手と岩田選手の局面からなんですけれども、相手がエウベル選手の死角から出てきて、エウベル選手ここでボールロストします、奪われます、パチンと奪われます。本来であればこの低い位置でセンターバックからのパスを受けて、失ってしまう場合、めちゃめちゃピンチです。失点の可能性が生まれてしまう。で、この時岩田選手のポジションを見てもらいたいんだけど、まあ、結構並列なところから後ろに出てきて、で、失うって瞬間に広島の選手にガッと寄せていくと。で、まあ、ここでガチャンってなってボールがルーズボールになりました。で、相手も来る、岩田選手ね、そこしっかり拾いに行く。で、岩田選手とここもね、ガチャガチャってなってボールがこぼれた、その時にエウベル選手が拾って前を抜けたと。で、これが、いわゆる距離感の良さだったりするんですけど、もちろん、近くにいるだけではダメで、エウベル選手がトラップの時に前を向くのか向かないのか、これによってサポートの距離角度は変わりますし、相手がどういう状況で詰めてきているのか、失う可能性があるのか、相手がボールに食いついてスペース空けるのか、空けるなら裏狙うよとか、そういうポジショニングを入れ替える作業を常にやっていなきゃいけなくて、マリノスはね、この夏場の連戦はですね、非常に距離感が良くて、やっぱり試合終わった瞬間は膝に手ついてはぁはぁって、すごく心配が上がって苦しそうなんですけれども、これを実現しているのはやっぱりこの距離感の良さ、ミスした瞬間に味方がすぐサポートいける距離、これがすごく大事で、まあ、この1点目のシーンはその岩田選手の、ね、見事なサポートの距離感から生まれたなと思いました。で、さらにすごくいいのがですね、小池優太選手、まあ、シーズン序盤はね、出場機会に恵まれなかったりしたんですけど、やっぱりいい選手なんですけど、まあ、長戸選手とレギュラー争いしてると思うんですけど、長戸選手とまたタイプがちょっと違っていて、結構小池選手は気が利くタイプかなと思います。その気が利くタイプで言うと、このシーンエウベル選手が低い位置取っているから、小池選手は、ね、すごい高い位置取ってました。左サイドのペアですね、前後のペアで、前線の選手が下がるなら、じゃあ自分高い位置取るよっていう、エウベル選手が開くなら、じゃあ自分中行くよ、エウベル選手が絞るなら外行くよっていう、このエウベル選手が空けたスペースにスッと入ってくれるのがこの小池選手なので、スタジアムとかで試合見れる場合、ダゾーンだとちょっと見れないかもしれないんだけど、スタジアムで見れる人はエウベル選手の位置を見て小池選手の位置を見てみると結構面白いと思います。まあ、ここから水沼選手にパスが渡り、またね、ここからクロスが上がっていくんだけど、こうね、西村選手とレオセアラ選手がいて、で、小池選手がね、見事なヘディングシュートを決めると。だからこれは、まあ、なぜそこに左サイドバックの選手がいるんだみたいなシーンなんだけど、しっかりエウベル選手の位置を見て上がるっていう作業を常に、この試合常にやっていて、それが実ったシーン
だったとは思います。で、距離感の良さっていうのがあるんだけど、まあ、この距離感の良さっていうのは攻撃と守備ともに必要なもので、で2点目のシーンもすごく距離感はいいし、で選手一人一人が、まあ、ここだっていうタイミングで走り出して、それもすごく、チームとして連携が取れていたので、その辺も解説したいと思います。このシーンはまず小池選手が、畑中選手に預けます。で畑中選手結構ここ密集してて、まあ、実際4人ぐらいだかな、まあ、こんな感じだったと思います。足元に止めると相手に捕まる。この状況を見て畑中選手は前進します。自分で運び出す。相手がその前にたくさんいるのであればボールはそこに止めずに運ぶ。これすごく大事です。で運んだ結果レオシアラ選手は、ね、サポートに来てくれたと。でここで縦パス出すんですが、でこの縦パスなんですけど、まあ、センターフォワードとしては収めなきゃいけない、センターバックとしては潰さなきゃいけない、奪わなきゃいけない。でいろいろ体の向きがあって、そっちから縦パス来る場合ゴール方向があっち、縦パス来ました、まあ、いつも言っているこの体の向きでやるとやっぱりセンターバックからボール触られてしまう。あの守れる幅が体の厚みしかないので、こんなのね多分数十センチしかないのでやっぱり難しい。でそこでブラジル選手は体を先にこう当ててスペース作ってボール受けるとか、これレオセラ選手めちゃくちゃ上手いんですけど、まあ、フォワードとしてはここで収めて起点作ってくれたら合格、味方としては収めてくれっていう、試合中収めてくれって声よく聞こえると思うんですけど、その収めてくれたら成功だから、これ実際前を向かなくても収めてくれたらラッキー OK なんだけど、レオセラ選手ここね見事に前に向きました。相手が飛び込んできたところに体を当ててボールを転がして、最後ねボールちょんと触って前に置くと、これはねめちゃめちゃ技術高いです。このブロック、相手がこう来たらこっちに体当てて前向くと、ハイライト見てもらえれば分かるんだけど、ここで前向く、宮市選手めっちゃ開いている。でね見てほしいの、ここのスペースに小池優太選手めちゃめちゃダッシュで走り込んでくる。やっぱりこの状況だと西村選手前にいて、でレオセラ選手も、ね、出した後走っていくんだけど、やっぱねちょっと薄いんですよね、前線の距離感として。小池優太選手がここに入ってくることによって、まあ、こうパッと見た感じちょっとバランス取れますよね。このボールがこっちに行くときにちょっとバランスが取れる、距離感良くなりましたよね。なんかここにも出せそうだし、ここにも出せそうだし、縦もいけそうだし、縦行ったらクロス中合わせてくれるし、マイナスも出せそうだし、そんな感じで距離感良くなりました。ただこれまだ完璧じゃない、距離感完璧じゃない。何が完璧じゃないかというと、万が一クロス流れた場合、これクロス上げるぞってなったら西村選手ニア行く、水沼選手がファー真ん中詰めていく、流れた場合これね周りのスボールにならないんだけど、そこに走り込んでくるのは小池龍太選手ですね。この最初畑中選手に預けて、まあ、長い距離 40〜50m 走ります。もしかしたかな、まあこういろんな選手が駆け抜けて空いたスペースですね、ここにパスが出てくる。このパスもねめちゃめちゃすごいんですけど、技術的にねめちゃめちゃすごいんですけど、で水沼選手の選択肢はシュートも打てる、入り込んできた西村選手にクロスも出せる、こういう選択肢を与える距離感だから、水沼選手に対しては西村選手のサポートもいいし、レオセラ選手は大外に入り込んだので、まあこのレオセラ選手の距離感もいい、ここね速いボールで流れたらファー詰められるよっていう距離感なんだけど、まあ一番良かった選択肢ですね、小池龍太選手が前向きだったからここにパスを落とせた、めちゃめちゃ優しいパスを落としました。はい、で小池選手ね多分シュートだったと思うんだけど、シュートをファーに打ちました。ファーサイドに打つってことは味方がね、こんなに西村選手レオセラ選手いるから、もしかしたら触ってくれるかもしれない、相手に当たって入るかもしれないっていう可能性を膨らませるシュートの選択肢、これニアに外したりファーに外すとやっぱねその味方の二次攻撃みたいなのが難しいんだけど、その辺の選択肢も良かったなと思います。でファーにシュートを打って西村選手が詰めると。だこの辺の西村選手のサポートもいいし、まあ、この全体を通してここぞという時のマリノスの総力みたいなものは徹底されてて本当にいいなって思いました。これやっぱね夏場で夜とはいえやっぱきついんですよ。
湿度は高いし、広島もめちゃめちゃプレスかけてくるし、楽な相手じゃないと。そうなってくると走るべきところで今休んでもいいかなって、このシーンでいうと小池選手、小池優太選手も優太選手も走んなくてもちょっとバレないかなって思うし、レオセラ選手も収めてはたいたからじゃあ自分の仕事終わりでも、まあそんなにバレづらい、怒られづらい、いなくてもまあね、多分監督が見てるんですけど、このボールは、ね、まあ、たまたま小池優太選手以外はボール触るっていう珍しいシーンだったから、みんなね、なんか関われた感じあるけど、やっぱこんなにボール回ってこないし、ボール触れずに失うっていうシーンもあるから、やっぱ走りたくないなって思う時もあったりするもんなんですけど、マリノスの選手はそこをね、しっかり走るっていうのがこの今夏場で強さが出てきてるなと思いました。あともう一個だけ解説したいのがあって、あの高岡選手からレオセラ選手への縦パスが通るのが今シーズン序盤でちょこちょこ見えて、で、まあ、それ僕ダゾーンで見たのかな、実際現地で見てはいなくて、で現地で何が起こっているのかっていうのをこの間見れたので、それちょっと解説したいと思います。広島の守備のやり方にもいろいろあって、はい、広島の前プレスとマリノスの前プレスの大きな違いが、マリノスはキーパーまでプレスかける、広島はキーパーにはあまりかけない、ここが大きな差があって、やっぱキーパーにかけないってなるとキーパーで休めるから結構楽で、キーパーに来ないで前はめてった時って裏空くから、結構キーパーのロングボール一発で局面打開できたりするから、マリノスみたいにね、しっかりキーパーにかけてキーパーの選択肢を奪う、これがねすごく大事なんですけど、前半がよく分かりやすかったんだよな、岩田選手と山根選手、ここですね、一番大事なポイント、ここ前も解説したんですけど、例えば高岡選手がやや右に持ち出すと畑中選手がこう開いて相手がこんな感じでついてくるのかな、だいたいここの縦パスを通すっていうのがマリノスのビルドアップで多い、まあマリノスだけじゃなくてボランチにパスをつけるっていうのはすごく多いんだけど、ここね広島は捕まえてくるんですよね、捕まえてくるから岩田選手がここ抜けるスペース抜ける、じゃあここ開くじゃん、でここに山根選手入ってくる、でもついてくる、これもうちょっとずれてあげると次ここが開くんですよね、もうたったこれだけの話、この寄せるに寄せまくって、本来センターフォワードこっちにボール寄ってってんだから、ヘディングするためにこっちに、ね、ずれていくんですよね、センターフォワードってやっぱり攻撃の起点になるべき選手だったりするから、まあ、ボールの延長線上にいるのが通常だったりするんだけど、レオセラ選手は、このボランチ2人が右にずれるならじゃあ左に行くよと、体格を取ると、でここで縦パスが通る、この試合に3本あったかなっていう、これね、まあ、キーパーまでプレスかけられたらこの2人のスライドを待つ時間なくなるから難しくなるんだけど、マリノスはねこんな感じでビルドアップもやっていましたと、この試合は距離感の良さ、もうそれに尽きると、で山根選手高卒ルーキーで、お前は本当に18歳なのかっていう、18歳なのかっていうね、この落ち着き、ファールでしか止められないっていう、でこのファールでしか止められないっていうのはファールすれば止められるっていう意味なので、相手からするとまあ低い位置でプレーされたらさほど怖くなかったりするんだけど、まあ、これがもうちょっとフィジカル上がって、さらにねここから判断スピードもまだ上がるんで、ファールもできない選手になる、ファールしても止められない選手になる、まあ、世界的に見るとメッシなんてファールされても進んでいくから、やっぱファールすらできない、触れもしないっていう、こういうね、選手になっていくんじゃないかなっていう期待を込めてね思っています。はい、それでは前の試合やっていきたいと思います。今回は勝ち点3の3000円と無失点勝利の1000円、高岡選手素晴らしいパフォーマンスでした。で3ゴール ×300 円ということで4900円の貯金です。さあ今回もお釣りをいただきたいと思う。1万900円入れます。あ、ちょうど6000円あった。6000円お釣りもらいます。いや、この夏場、ね、ホームゲーム枕元さんがね、点が入ると枕がたくさん出てくって嘆いてるんですけど、僕はね貯金で貧乏になるっていうわけのわかんない現象を起こしています。はい、それでは今回の動画はこれで以上になります。最後まで見てくれてありがとうございました。